皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。一夜明けて、なでしこジャパンの決勝トーナメント進出が決まったね。スペインが勝ったのは良いのですが、まさかの得失点差で上回られるという。1位突破なら次も負けられませんね。そうだね、スペインとは実は過去に4戦して未だに勝利したことがない。もっとも最近の対戦だと昨年の11月に行われたスペイン遠征での親善試合において0対1で敗戦。今回はそのリベンジなるか、というところだね。コスタリカ戦、ザンビア戦の結果を比較するだけだとほぼ互角という感じもしますが、もちろんリベンジを期待したいし、ここ2試合の戦いぶりは海外からも高く評価されているんだよ。例えばコスタリカ戦を見ている海外のフォーラムにおいても、なでしこの戦いぶりを絶賛する反応が多く目立った。日本は戦術的にも技術的にも優れている。フィジカルの差を超えられるようなら決勝まで行ってもおかしくない。この試合が2対0で終わったのはむしろコスタリカを褒めるべきだ。それぐらい日本は強いチーム。藤野と田中を休ませたが、彼女たちがいればもっと点は取れただろう。ここまでの戦いぶりは日本はワールドカップで最高のチームの一つと言える。スペイン戦で進化が問われるけど、長谷川を中心とした中盤のコントロールはまさに最高だ。日本の試合を見るのはとても面白い。特にパスの回り方は演劇を見てるようだ。とても統制が取れていて、日本のイメージ通り、清潔で美しいね。コスタリカ戦を見た感想としてはスペインとの対決が本当に楽しみだ。長谷川は本当に素晴らしい。この大会で彼女のファンになった。日本のプレーは一日中見ていられる。2ゴールはいずれも素晴らしかった。コスタリカ戦は観客も少なく寂しいように見えたが前半はそれがもったいないほどだった。日本のアウェイユニフォームが見たい。とても美しいんだ。このグループは日本とスペインが抜けすぎている。そして3戦目で対決するのが惜しい。初戦で見たかった。彼女たちとアメリカは早いブロックで対戦することになる。決勝で戦いたい相手だ。戦術や連携した動き、パス、技術的な高さが高評価されてる感じですね。その中でも注目されているのは日本の中盤のキーマンである長谷川。私が見てても長谷川経由で展開しているのがわかりますし、攻撃のスイッチを入れるパスも長谷川から生まれていることが多いですよね。長谷川は開幕前から高く評価されていて各国のメディアから大会全体の注目選手の一人としてよく名前が挙がっていた。マンチェスターシティのミッドフィールダーは、今シーズン、中盤でより深い役割を担う能力を発揮した。攻撃的ミッドフィルダーでありながら深い定位置から輝きを放ち、守備への意識を前面に押し出した。彼女のポジション規律とルーズボールを拾うゲームの読みは正当な評価を受けた。昨季のイングランドトップリーグでもポゼッションを回復し、攻撃を開始する彼女の能力が際立っていた。彼女は常にライン間でボールを取りに来て、周囲と連携して動き続ける。日本は2011年以来のワールドカップ制覇を狙っており、若い世代が再び台頭しているが、長谷川はいずれにせよ日本人の中心として舞台に立つことになるだろう。と中心選手として注目されていた。その注目に恥じない活躍をしているね。そしてなでしこ自体もその規律の取れた攻守の動きと技術の高さから海外のメディアは絶賛している。なでしこに敗れたコスタリカの現地メディアはこの試合を、コスタリカの女子ワールドカップの希望は日本によって打ち砕かれた。とこの敗戦を伝え、内容では、日本はザンビアを5対0で破ったのと同じ組織的でテンポの速いプレーを見せ、コスタリカにボールを奪われても奪い返し、すぐに素早い反撃に転じた。と日本の戦いぶりを称賛。さらにコスタリカのバルベルデ監督は、日本とは非常に厳しい試合になることは分かっていた。23分過ぎに2つのゴールを奪われた。4分間の集中力の欠如で、試合は決まった。あのレベルの相手はミスを見逃さない。我々に多大な損害を与えた。まだ試合は残っているし、我々にとって全ての試合が重要。置かれた状況で、できる限りベストのワールドカップになるように集中している。と日本を称賛しつつも、残り1戦に全力を捧げるとコメント。コスタリカも後半は粘り強い守備を見せていましたしね。同じく初戦のザンビア戦でも海外メディアはなでしこの戦いぶりに、パス&ムーブの巧みなサッカーでザンビアを圧倒した。ザンビアのバーバラ・バンダは2週間前に2度のワールドカップ優勝を誇るドイツを破った際に決勝点を決めたが、この日は前線で孤立させられ、チームは1本のシュートも放つことができなかった。と攻撃、守備ともに日本の戦いぶりを称賛し、ザンビアのムワペ監督も試合後に、日本人について言えることは、素晴らしい規律あるチームだ。戦術的に言えば、彼らがボールを保持している時は、自信を持っています。私たちのチームは多くのミスを犯し、5つのゴールを奪われてしまった。
と日本に完敗したことを認めて称賛しているね。確かにこの2試合を見る限りではかなり期待しても良さそうな気がします。また日本代表といえば男子代表でも話題になったように使用した後のロッカー、そしてサポーターの清掃活動も話題になるけど、これは別にサッカーに限ったことじゃない。今年に行われた WBC においてもベンチの綺麗さがアメリカに衝撃を与えたり、これはもはやサッカーに限らず日本の国民性に近いものだよね。なでしこジャパンもそれらと同じように試合後のロッカーが話題になっている。2022年のカタールワールドカップで日本はスペイン戦で劇的な逆転劇を見せ、グループ首位で通過した後、更衣室を綺麗な状態で退出したことで話題となったが、それは女子も同じようだと報じられると、 CNN ら大手メディアもこれを取り上げ、続けて男子と同じくスタジアムを清掃するサポーターにも称賛。日本のファンは近年、ワールドカップの試合後にスタンドを清掃する努力で知られ、ソーシャルメディアでその努力が称賛されたが、今大会においてもスタンドを掃除するために残った日本人サポーターが BBC によって投稿された。ゴミ袋を持ってスタジアムの周りを歩き回り、スタンドに残されたゴミを拾う様子が紹介された。これらは世界中のファンから称賛を受けていたが、今大会でも同様だ。彼らは文字通り世界で最高のファンだと語れば、フォックスはこれをスポーツ界の最高の伝統と呼んだと、なでしこのロッカーの清潔さ、サポーターの継続的な努力を合わせて紹介。世界に日本の文化が伝わるのは嬉しいね。ですね。なでしこがどんどん勝ち進めば、そういった機会や注目度もどんどん増していくと思いますし、そういう意味ではスペインとの対決はできたら勝って3連勝で決勝トーナメントに乗り込みたいところですね。ここまでの戦いぶりについては本人たちからもポジティブな声が多く聞かれる。主将の熊谷は、できすぎじゃないけど、狙い通りに進められている。とコメントすれば、コスタリカ戦でなでしことしてワールドカップ最年少ゴールを決めた藤野あおばは、やっぱり、サッカーをやっていてすごく楽しいですし、ゴールを決めればもっと楽しい。とチームの雰囲気の良さを代弁している。スペイン戦についても、絶対に勝ちたい相手。スペインの勢いに圧倒されずに、自分の良さを出していきたい。それが一番大事だと思う。といえば、コスタリカ戦で MOM にも輝いた猶本は、まだワールドカップは続いていますし、スペイン戦もあります。あまり浸らないように、次に向けていい準備しようという気持ちです。としっかり切り替えている。ここまでザンビア、コスタリカとピンチらしいピンチもない試合でしたが、次からはそうはいかないでしょうし、なでしこの進化が問われるかもしれませんね。だね。その後はノックアウトステージ。ベスト16では開催国のニュージーランドという難しい相手が来るかもしれない。そして早ければベスト8でアメリカ、厳しい相手が続きますが、遅かれ早かれ勝たなければ優勝はないですもんね。だね、日本にも海外にもなでしこ旋風をこの大会で巻き起こしてほしいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。